即会塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。えー、今日はですね、私がいつも見ているホームページから考察を1個してみようかと思うんですよ。それはですね、今、日本の人口っていうのはものすごくね、減っていると。急速に減り続けているというふうに言われている中で、世界の人口はね、増えてるわけなんですよ。 この現象ってのは、スタグフレーションにも似てるんですよね。えー、日本っていうのは、どん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 ね、デフレになってきて、売価が安くなってきてると。そして儲かりにくくなってきて、売れにくくなっていくという状況の中で、世界はですね、ものすごくね、物が売れて、高くても売れて、金利が高くてもどん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 出ていってるっていう状況なんですよ。これ非常にまずくてですね、世界中ではインフレが起きてるのに、日本ではデフレというね、逆行してるわけなんですよね。それと同じように、世界では人口が増えてるのに、日本では減っているという、これも逆行してるわけなんですよ。 さあ、そうなるとどんな問題が起きるのかということですよ。本当にびっくりしたことに、年間で世界では6000万人以上の人間が増えてるんですよね。すごいですよね。で、日本ではね、年間で100万人人が減ってるんですよ。10年間で1000万人減るわけですよ。この逆行が我々の世界にもたらす、我々の国にもたらす弊害っていうのをちょっとね、考えてみようかと思います。それでは画面を切り替えます。こちらの方をどうぞ。 はい、えー。ではですね、この国際、えー、連合候補センターというところから、世界人口の増加が鈍化。2050年に97億人世界の人口。で、2100年に110億人で頭打ちかということで書かれております。110億人で頭打ちってのは、この国土っていうものがありますよね。 えー、地球の陸地である面積。これから割り出すと、200億人までは地球っていうのは抱えておくことができるそうなんですけども、ただやっぱり110億人で頭打ちってことはどう考えるかっていうと、単純に200億人が生きていけるってことじゃなくて、きちんと豊かにですね、行き渡った状態でってことを考えると、110億人が限度なんじゃないかなというところなんですよね。え、110億人以上になると、当然ですけども、道路が混んできたりとかですね、住まいが多くなってきたりとか、仕事のバランスとか、経済格差とか、 それから人がが多くなると争争い起起きききててて紛っのもますよねこういったのを考えると大体110億人でもう頭打ちになってそっからはちょっと減りちょっと増えって感じで上下1割ぐらいのね変動でずっと推移していくんではないかってことを考えられてるんではないかと思うんですよ。で世界人口推計2019年のデータブックレットっていうのを見るだけでかなり広く世界が見えてきます。 増加率は地域によって異なり、さらに多くの国で人口が減少ということです。多くの国っていうのは先進国を中心としてですえ。こちらの方にレポートが書かれてますけども、えー、現在ね、世界の人口で77億人いるそうなんですよ。 すごいですよね。ちょっと前に70億人突破みたいなニュースがあったと思ったら、もう数年してからですね。もう77億人なんですよ。で、今2019年。これから30年を考えていくと、20億人増えるそうなんですよ。すごいです30年で20億人増えるんですよ。1年間で1億人増えるとは言わないけども、2年間で日本の人口以上の人口が世界で増えていくってことなんですよね。この辺からもうちょっと背筋が寒くなる思いがしませんか で、ほぼ110億人でピークに達するということです。110億人でピークってことは、エネルギー、食料、土地、そういったものが110億人で分け合っていくと、もう限界だということなんですよ。当然、この110億人の中に日本人が入ってるかどうかっていうことも別で考えていかなくてなりません。いつもですね。 世の中で富を分け合うときに日本人が優先的にそれを手にできるってことはもう保証できなくなってくるよってことなんですよ。アフリカとかね、東南アジアとか、中東とか、アメリカとか、中国、見てください。もう自国の国で人口が増えていくと、とても輸出する余裕がなくなってくるんですよ。輸出するにしても高値で売るということにもなってきます。日本では資源ありますかね頭脳資源ありますかね経済資源ありますかね何もないんじゃないですかそして、 私たちは今、実はですね、昭和30年代とか40年代、高度経済成長に生まれたものの余力で食ってるんですよ。新しい生産っていうのは、ここしばらくないんですよね、ここ30年、何にも生産されてないんですよ。 失われたまさに30年、平成の時代ですよね、うん。平成に生まれた方、平成のちょっと前に生まれた昭和60年代とか50年代に生まれた方、何かを生産したまま、この令和って時代に入ってきたかなってことなんですよ。単なる労働を繰り返して自分がやっていくのがやっとっていう状態でここまで来てしまったとしたら、そういう国民が多いこの日本という国、世界から求められますかね。うん、そう、松林さんもね、かなりの、こう、ね、見識を出してましたけども、日本はね、 いろんな意味で後進国になったみたいなことを言われてましたけども、いや、本当そうですよね、あの海外に行くと本当に感じますけども、海外に行ったことがない人が大半を占めているのが、この国、日本なんですよね、えー、パスポートっていう、外国に行くために重要なですね、身分証明書、これをですね、日本人の人口の25%以下しか持ってないんですよ。 ね、そう考えると、ちょっと怖い気がしますよね、外国を全く知らない日本人がポツンと取り残されて、え国内だけ見て生きているとで、国内で足の引っ張りをしていると、うん、協力し合うんだったらまだし、も足の引っ張り合いをしてるんですよ。 いや、困ったもんですよね。で、世界人口は増加を続けるものの、地域によって増加率に大きな差があるということです。えー、先日、インドネシアの方に行ってきましたけども、インドネシアの人口って今ね、2億5000万人くらいいるそうなんですけども、まだ住民基本台帳が整備されてなくて、あと、ね、1億人くらいは人口がいるんじゃないかっていうふうに考えられてます。 1>, 1億人の人口がここにプラスオンされると、インドネシアの人口ってのは3億5000万人で、世界の第3位か第4位、アメリカに並ぶ人口の多い国になるんですよね。そしてですね、日本という国も人口多いんですよ。人口が多い中でも減り続けています。日本という人口は今ね、ロシアと同じぐらいいるんですよ。ロシアっていうのは広大な国土に、あれだけの人数がいますよね。そして資源もあります。まあそれによって弊害とかあると思いますけども、平均的に見て日本の方が不利ですね。 はい、今後2050年までに予測される世界人口の増加の大半は、ですね、インド、インドっていうのはもうすぐしたら世界一の人口になるそうですね、17億人から18億人になるそうですね、で、ナイジェリアという、ね、国、パキスタン、コンゴ、エチオピア、タンザニア共和国、インドネシアですね、で、エジプト、エジプトも増えてますね、アメリカ、アメリカはまあ先進国ですね、移民で増えてるところがあります。 でこの9カ国で人口の増加が生じると。でインドは2027年に、えー、中国を抜いて世界で最も人口が多い国になるということですよね。さあ、やっぱりね、ほとんどは数の原理でいきます。数の多い人が、この民主主義国家で勝ちます。社会主義ではねあの、少ない民族も保護された部分がありますけども、えー、このね、自由競争の世界、資本主義社会では、 多いものが大体た徴用されるんですよ、うん、だからね多数決っていう理論ですよね、はい、私たちが散々今まで支持してきた多数決右へ習いが得意な日本人はもうこれから圧倒的不利な状況を陥られるってことですよね我々は少数派ですから で、サハラ、イナン、アフリカの人口は2050年までに倍増すると予測されてますよ。99%の増加ですよ、2050年まで。そうなるともうね、このアフリカで生まれた資源って輸出する余裕ありますかね当然、軍、あの、99%の人口増加ってことは、軍隊もあの強化されますよ。国を守らないといけない。他の国から我が国を守らなければなりませんからね。で、2019年から2050年にかけて人口増加率が低下すると見られる地域としては、 オーストラリア、ニュージーランドを除くオセアニア、北アフリカと、えー、西アジア、オーストラリアとニュージーランド、中央南アジア、ラテアメリカカリブ、えー東、東東南アジア、日本入ってますねこれね、欧州北米が挙げられると、こういう数字をね、つぶさに見ていくと大体未来が予測できます。どこに行ったら有利で、どこにいてはいけないのかってことが分かってきます。 全世界の出生率は1990年の女性1人当たり3.2から2019年2.5へ低下しているということでございます。要するに少子高齢化が世界的には進むってことですよね。2050年にはさらに2.2人へと減少が見込まれると。こういうことを皆さんデータはご存知ですかね。私はこういう数字を 裏付けとして、日々の思考とか、日々の行動とか、日々の発信をしているわけなんですよ。まあ、滅多に出しませんけどね。こういうふうな前提条件をいちいち言ってたら動画がすごく長くなるんですよ。ですんで、結論だけポンポンポンと言いますけども、結論には必ず、理論があるわけですよね。理論には必ず根拠があるんですよ。こういうふうなところで根拠を探してきています。はい、その他ですね、女性一人当たり2.2と出生率が必要になってくるというふうに考えられているのは、 やっぱりね、人口増加をね、狙っていこうと思ったら、女性一人当たり2.1人という出生率がいるんですよ。日本はどうですかね ?1.2 でしょ。全然だから減る一方なんですよ。それから増える見込みもないですけどね。増える見込みもないということでございます。人口が最も急速に増えている国の中には、最貧国が多いため、貧困を根絶し、ジェンダーの平等を達成し、飢餓や栄養不良と戦い、誰一人取り残さないよう、保育、教育の力、あ カバレッジか。なんだこれ。カバレッジっていうんですかね。えー、強化するために取り組み、人口の増加があ追加的な課題を突きつけているということでございます。さあ、これからですね、私はおそらく海外に暮らすことになると思います。その他、日本の力のある方っていうのは、経済権を手にした方っていうのは、海外に暮らすでしょう。なぜなら、日本で足の引っ張り合い、うんざりなんですよ。増税されてですね、増税に対して、えー、多くの方が文句を言うけども、でも行動しない、団結しないんですよ。 権力を持った人は団結して行動しますよ。権力のない方は団結もしない。足を引っ張り合う。行動しない。もうね、こういうところにはね、うんざりしてるわけなんですよ。で、私がってわけではないですよ。私も多少うんざりするところあるんですけども、でも私もまだね、あの、普通の人という意識の方が強いですから、まだまだね、皆さんと一緒に歩んでいきたいなと思うんですけども、私から見てちょっとね、目線を上げると、みんなもううんざりしてるんですよ。 うん、もう久保さんも一緒に行こうよみたいな感じなんですよねもういいじゃんほっとけばみたいな感じなんですよ私はまだまだいやいやそうは言ってもねっていう感じがあるんですよ本当狭間だと思います、えー、でもねなんかね寂しいですねこの辺がうんでこれからそういう風に力のある人とか経済を手にした人とかあ一定のスキルを持った優秀な人っていうのが もう日本でいるよりも東南アジアとかね中東とかドバイとかアフリカとかに住んだ方がなんかものすごく豊かで自分の自由だし世界中が自分の住まいだよって感じなんですよ本当にグローバリゼーションなんですよそうなると日本一国にいてくれないんですよねしかも日本は重税で追いかけてくるんでもうこういう意味でもうんざりなんですよそうなってくると日本の経済体制とか社会体制を維持してくれた知恵のある人っていうのはこれからいなくなるんですよね 日本に取り残された人っていうのはあ、お互いに協力もしない、行動もしない、新しい知恵とか知識とかも学ばない、え当然お金がない、こういう人がもう本当残されてですね、ひどい暮らしになるわけですよ。で、もっと言ったらですね、強盗の試合になるかもしれないですね、暴力の試合とかね。 はい、後編です。まあ、そんな中ですね、私たちはどう生きていけばいいのかってことが、ここに短い文章ですけども、書いてあるわけなんですよね。生産年齢人口の増大が経済成長のチャンスになるよということでございます。どうでしょうか生産年齢人口25歳から64歳が、他の年齢層よりも早いスピードで増加しているのは、この国ですよね。いわゆる人口ボーナス期です。我々にはもう人口ボーナス期っていうのがないと思われてますけどまだまだチャンスはあるわけですよね。 ここにに書いてあるように生産年齢人口でのんびりしてる暇はないということなんですよ、今はまだ間に合うと、今は間に合うギリギリなんですよ、でも明日はもう間に合わないかもしれないということなんですよね、で最貧国の国民の平均寿命は、依然として世界平均7年に及ばずということでございます、こういうふうな現実もありますからね、これもしっかり読んでおいてください、まだまだあの警告したいことはいっぱいありますけども、ここにはかなり重要なことが書いてあるんですよ、こういうふうに公開されている情報を全然見ずにですね、 えー、どっか分かんないですけども、ゴシップみたいなネタばっかり追いかけていくとかね、人の弱みにつけ込んで、えー、攻撃していくとか、足の引っ張りをしていくとかあ、なんかそういうことではね、私たちはもっともっと追い詰められていくと思うんですよあの、現実を見て裏付けを取って、それに伴う行動をして、えー、だったらどうするっていうふうにしないといけないんですよね、私たちは日々、いろんな不満とか不安を抱えています、いろんなトラブルに直面します、いろんな怒りがあります。その時に あなたは何ができるんですかっていうふうに自分に問いかけてみてください。そこにはもしかしたら何もできずにぼーっと見ているだけ、不平不満を言いながら一杯飲んで眠るだけっていうふうなね、そんな無抵抗な自分がいるかもしれないんですよ。ですから私はいつも問いかけたいです。力のない人こそ協力し合って、力のない人こそ行動をしてくださいということですよね。 そうでなければ私たちは力のある人の行動と力のある人の団結に飲み込まれていくだけなんですよね。ただでさえこうやってね、えー、世界では人口を増して、日本では人口が減っていると力が弱くなってるんですよ。日本という国がなくなるかもしれないっていうのはこれ本当はエソラごとじゃなくて、アメリカと中国が今5部でやってくれてますけども、おいおい日本、アメリカに着くのか中国に着くのかどっちだって聞かれた時に私たちは答えにくい選択をね、迫られるわけなんですよ。 中国につけばアメリカからの恩恵が受けられないと、うん、アメリカにつけば中国からのお経済的な援助が受けられないと、もね全面の狼もうなんとかなんとかの虎ですよね。 い,やまあいろんなことが言われますけども、要するに、どっちを選んでも地獄みたいな状況に今ね、片足を踏み入れている状態なんですよ。その時私たち一人一人が何ができるかってことが求められています。あなたには何ができますかってことですね。自分には何ができるでしょうか。いつもこれをね、問いかけていってみようかと思います。とにかく世界ではね、もう戦争が起きてもおかしくないようなことが起きております。 アメリカのトランプ大統領はアメリカファーストといってねもう自国のことは自国でやろうよという呼びかけをしていますで弱い国同士が一つになって協力してやっていこうよっていう EU からもイギリスは脱退しますそういうことでねもうね 登録するんじゃなくて、もう自分たちのことで精一杯だよみたいなことを言い出すわけなんですよ。そして自分たちのことが精一杯だよっていうふうな思想の先には何があるかっていうと、自分たちが不利になったのはあの国のせいだっていう思想ですね。そこに人が集まってくるんですよ。さあ、日本って国はどうでしょうか。あお隣のね、韓国って国は、韓国が貧しいのは日本のせいだっていうことで一致団結したりするわけですよ。 アメリカが追いやられてるのは、情報としてね、取られてるのは、中国からスパイが入ってるからじゃないか、ファーウェイみたいな技術,え技術提供をする企業の裏では、スパイがいるんじゃないかということを考えてるわけですよね。実際にアメリカ企業、中国企業に関連する人は、スパイ容疑で逮捕されてる人もいるんですよ。こういう状況もね、多くの方はご存じないと思いますけども、あの現実はね、かなり不愉快で私たちを追い詰める、そんなね、環境になってきてますよ。 あのー、日本にいると感じにくいんですけども、ぜひね、日本から視点を移して、できれば他の国に行って、その国のね、熱量と不安をぜひね、受け止めていただきたいかなと思います、もっともっとね、事態は深刻だってことに気づくと思います、本当にね、戦争が起きてもおかしくないような状態になってきてますよ、これ、戦争が起きる予兆がかなり出てるんですよ、不安をあるわけじゃないんですけども、日本っていうのは今、現実的には、例のね、ABCD 包囲網がかけられているような状態です。 からねえー、怖いですよ、まあ、皆さんの時代は大丈夫でも皆さんの子供は地獄を生きるようになると思いますもしかしたら皆さんの子供はかつてソビエットとかね、えー、東ドイツ西ドイツが統合されて一つの国になったように私たちの故郷日本という国がもうねなくなって概念だけになってくるかもしれませんさあ本当にねそんなことが起きるんでしょうか想像力のある方はなるほど起きそうだというふうにね分かっていただけるんじゃないかなと思いますいいずれにしても危機感っていうのがね今 感じなければならない最大の感覚だと思いますけども皆さんいかがでしょうか。はいいかがでしたかすごくね怖いなあという感じがしませんでした。私たちがものを知る知らない情報を掴む掴まれによって今。 生きている世界がですね、こんなに変わって見えるわけなんですよ。そしていつも私はこういうふうに世界から見た日本、日本から見たい世界っていうものをすごく意識してるんですよね。私がインドネシアに、えー、自分の会社を作ったりとか、自分の住まいを持とうとしている。そしてインドネシアを発祥としてですね、世界中のどんな国にも住もうとしている。家族ごと移動しようとしているのはどういう意味かってことがお分かりいただけたと思うんですよ。で、そのためには経済圏を手にしなければならないですよね。経済の権利ですよね。で、日本の中で勝負をして多年戦を作ると。世界に羽ばたく種年を作る 私一人でしたらね自分の代でこの国で終わってもいいんですけども私にはね家族ができて子供がいるわけなんですよそして次の世代についての責任があります次の世代を私はねこの日本という国に住まわせる勇気はないですねいやいやもっと言ったらですね50年もしたら日本という国なくなってるんじゃないかと思います皆さん想像できますかね日本という国がなくなっていることですだって日本の人口減って世界の人口が増えているってことはどういうことかなと日本には資源がなくて世界には資源があるその資源が人口増加によって私たちにね分け前がなくて なっていくということを考えるとさあ恐ろしい気がしませんかそして今日私たちはね何ができるのかってことを真剣に考えなくはならないと思うんですよ皆さんはどういう風うにお感じでしょうかそれでは失礼します